皆さんどうもこんにちは。大学記念総監の島崎優斗です。高橋宏です。広志の六本町に挑戦。六本町できそう、できそうと思っちゃったできそう。まず街を6本用意します。はい。そこから教わる側が何を持ってきてない。まず4本鉢ってどっちグリップ？外側が上、外側が上。あ、今回一緒だ。俺と4本こうこうバッテンして、もう1本外にさらに、そう4本の時ってさ、後ろ3本の意味で2本持って、ここでグーパン。あ、そうですね、そうか、こうするじゃん。はい。これを後ろ2本の指でこれ持つ。中指が外、人差し指と親指が4本鉢と同じ持ち方。そう。すごい。これ持ち方いろいろあるんですけど、こういう風に持って、このマレットのところがね、一直線。マレットの交わるところがちゃんと点として一箇所で交わってると、まあやりやすいかなと思います。まず一回さ、置いてごらん。そう。置いた状態だとまっすぐになるじゃん。はい。で、その状態でそのまま落とす感じ。そう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 。で、今一直線でやった。本当だ。そう。だから空中でやってると多分ね、最初のといかないから。ここもめっちゃ揃ってきた。まず、4本と同じように、このグーパー。一番内側のマレットの、そうそう、これはできるでしょ？はい。3和音で、ドミソ。そうそうそう。まず内側のグーパーできたら、ドからいけます。お、いいね。比べてどんな感じ？全然難しい。いや、めっちゃあっさりできちゃったらどうしようって俺も思ってたからさ。3本あるとここの厚みが厚くなるから、それが一番予想外かな。あ、想像だとやっぱ平面的に考えてて、意外と太くなるなって。そう、ここが太くなるから。そうで、今内側さ、動かせるようになったから、はい、でも、まあ、もっとしっかり、動かして、しっかり振り落としができるようになったら、今度トレモロ。中指を外に動かす。中指ってどれでしたっけ？おい、こういうことか。そう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 。そう。で、その時も開いたとしても、ここの後ろのこの点が変わらないように、このホールド、この小指、薬指のホールドをちゃんとしておく。それはちょっと。それはちょっと。そう、この外側を動かす動きってさ、この4本丸の時になかったやつだから、これは初めてなはず。なるほど。そういうことか。うん、もう完全バラけてる。外側だけ動かす。こうなっちゃうんですけど、開きすぎちゃうってことでしょ？そう、開きすぎちゃう。で、やっぱあの中指がすごい奥にいってるじゃん。ああ、そうですね。もっと第一関節あたりとかにできる、例えば。そう、そうそう、それで閉じるよね、勝手に。ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、ほら、だいぶ距離縮まった。ああ、だいぶ。そう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 。いいんじゃない？でも、そうやって、3和音が、叩けるようになったら、もうね、次の曲ほぼできるのよ。ということで、本日、ヒロシに演奏してもらうのは、こちら。6本マレットによるマリンバのための5つの商品。これ僕が6本鉢を皆さんに普及したくて、簡単な練習曲みたいな、トレモロの曲になっているので、これやってもらいます。
単音でやるやつはデフォルトでもうこれはそうなんです。そうでさ、それまだ教えてないけど4本鉢と一緒、うん、4本鉢の時も他のマルトがまあなるべく動かないようにしましょうねってやるじゃん、うん、でこうやってこうやって全部一緒に動くんじゃなくてこうやってちょっと一応ひねり反動を使って、はい、これができたわ。なるほど。ちょっと大きめでもいいですか。全然いいですよ。そもそもで次からが6番音ツイン、ここでドミソドミソですね。ドミソドミソです。何言ってんの。そうか、しかも音域高くなってより音盤の幅が狭くなるから、そうよりそう高い方の音はやっぱ結構閉じるのがすごい大変なのよ。そうだから最初にあの練習やってもらったんだけど、確かに必要だった。あ、ちょっとごめん、ドミソドミソじゃねえよ。え、ちょっと待って、よく見てよく見て。ラドミだ。ドミソラドミ。最初から全部やろうとするとこがすごいよね、やっぱね。とりあえずさ、左でいかない？まずドミソでしょ。で、次がシレソでしょ。で、あと右手が、まあ、ほぼそのままなんだけど。ごめんごめん、子供にレッスンするくせで、お父さん指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 とお母さん指ですね、仲良しになるのね。仲良し、はい、うん、はい、はい、やりまねえか。支えなくてもくっついてるような。1時間ぐらい、ここでまあ今日ね、あの1時間でとりあえずこの曲今どのぐらいできるようになったのか途中経過を、披露していただきたいと思います。よろしくお願いします。後日、1ヶ月ぶりぐらいと、どう、まあ頑張りましたよ。確かにちょっと声裏返ってたよ。やっぱ難しいっすね。それ初めての六本鉢だから、その持ち方が難しい。そう、持ち方が難しくて音楽に集中できないし、その全然六本鉢ができないから、いや、その本当はこうやりたいのにここがどんどんばらけていくみたいな。そのあーなると、とにかくミスらないようにしなきゃみたいな。それでは本番いってみたいと思います。どうぞ。ちょっと待ってください。
りあえずみっちり出したわけじゃないそうだよね。どんどん僕今日言い訳残してる本番やってみてどう。まあでもなんか僕も思ってたよりこの撮影する前はいけそうと思ってたんですよ。でも練習始めてあ無理そうってなって撮影本番前そっから結構やばいってなって必死で頑張ってそのやばそうって思った時とは想像できないぐらいできたなと思います。あじゃあ頑張りに強い男だったということで、まあ、本番というか優斗さんがそこにいるだけでしたけどもマジで今度コンサートでやんない。まあネタとしてまあネタとネタ枠だったりネタ枠だったりということで六本町に、高橋宏に挑戦していただきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。この動画良かったらいいねボタンそれから SNS とかでシェアしていただけると嬉しいです。打楽器の演奏家の島崎優斗と高橋宏でした。ありがとうございました。さよなら。これリバーブ本当にマシマシにしてもじゃ編集でこういい感じに聞こえるように編集でいい感じに本番じゃあいい感じの、編集をよろしくお願いします。限界はあると思うんですけど